事件は終わった。しかし被害者の権藤にも担当警部の徳良にも何か割り切れぬ嘘寒い気持ちだけが残った。なぜこんな事件が起こったのだろう。警察に知らせたら準備危ない。しかし心配するな。大丈夫だ、大丈夫だって。こんな憎悪がどこから生まれたのか。暑さが人を狂わせたのか。これがある限り逆に貴様たちを叩き出してやる。どうですかね。私もあの犯人と同意見ですな。あなたには子供を見殺しにする時はありません。出てけ出てけ出てけ。何もかも異常だ。何もかも狂っている。事件は横浜の街を背景に異様な展開を示す。今日中に星はきっと動き出す。いいか、星に気づかれずに星から絶対に目を離すな。ここはありとあらゆる国籍の男女が入り乱れてひしめいている飲食店。ここは廃人のようになった中毒者がうごめいている麻薬の町。その世の犯人の足取りは全く奇妙だ。そしてその犯人の動きを全警察力を挙げてじっと見ている目がある。金は揃えたか。揃えた。しかしそっちの条件はのむ。金をもらう前にちゃんと子供は見せるよ。いつだ。明日。どこで。焦るな。明日の特急第二小玉へ乗れ。分かったな。それだけだ。どこまで行くんだ。